7番からドーグラスビエラを走らせる。ビエラに近藤がついていますが泉さんはフォローにいます。しかし中にファーだ、藤本打てればというところですがちょっと軌道がずれました。ラインは合っていない。田村が後ろにいますが中にスペースを梶川スルーして7番のシュート、ベルディ逆転。今度は7番、前半の38分になりました。豪快にパスを回してのミドルシュートでした。そうですね、これサイドで起点作ってこれ前で梶川選手がスルー、はい、奈良選手もよく中まで入ってきましたよね。ただ一つ言えるのはやっぱりJFの選手完全にフリーにしてますよね。そうですね、特に中央ですよね。